新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては輝かしい新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。昨年を顧みますと、まず2月にこの春から始まります連続テレビ小説が豊橋鹿などの作曲家古関裕而さん、そしてその奥様であります金子さんをモデルとしたエールに決定いたしました。また5月には豊橋初の道の駅豊橋が開駅し、9月には MGC で豊橋市出身の鈴木亜由子選手が見事に東京オリンピックマラソン代表に内定するなど、未来につながる大変明るいニュースがたくさんあった年でありました。そして本年は4月から国語と道徳を除くすべての学科を英語で教えるイマージョン教育コースが八丁小学校で始まります。グローバル化に対応した教育を通じ、未来に羽ばたく子どもたちを育成支援してまいりたいと考えています。また連続テレビ小説エールがいよいよこの3月30日に放送開始となります。撮影の舞台としても、そして金子さんの育った町としても、本市が全国に知れ渡る絶好の機会となりますので、ぜひ皆様一緒に盛り上げてまいりましょう。そしてこの夏には東京2020オリンピック・パラリンピックが始まります。出場が内定した鈴木亜由子選手のほか、出場を目指して奮闘している本市出身の選手もたくさんいます。ホストタウンであるドイツ・リトアニアの選手も含め、皆さんで大きな声援を送りたいと思っています。引き続き持続可能な明日の豊橋の実現に向け、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めてまいりますので、一層のご支援とご協力をお願いいたします。市民の皆様にとって新しい年が明るく幸せな年となりますようお祈り申し上げます。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年も豊橋ナウをよろしくお願いいたします。はじめに豊橋佐原市長の新年の挨拶を見ていただきました。続いては私宇賀本与那城レミのやってみたシリーズ第1発目でございます。皆さん去年の一発目何だったか覚えてますか？松葉小学校の子どもたち と、正月遊びをやったと思うんですけど、今年はリベンジをしたいなと思って猛練習を終えて今回も行ってきました。私の頑張りを見てください。今回は罰ゲームどうなったのかな。それではどうぞ。はい、それでは松葉第一児童クラブの皆さんです。イエーイ、はい、はい、去年のリベンジで羽子板こま回しカルタをやりたいと思います。それではいくよ、せーの、3点取った方が勝ちだからね。3点取った方が先勝ちね。3点いいよ。あっさり敗れたデミ、相手を変えて泣きのもう一戦。いくよ、わざとわざと、今のなし、今のだって上に当たったもん。結局2戦目も児童たちの勢いに押されてゲーム終了。次の勝負へ。続いては駒回し。駒を長く回した人が勝利です。手で離す、はい、
せーのでこのコマを回したのはこちらの女の子。おめでとう。すごい、これはすごい。2対0だけど仕方ない、カルタで勝負決めよう。さて最後は豊橋の魅力が書かれた豊橋カルタのジャンボ版で勝負です。一勝目指して頑張れデミ。5枚取ったら勝ちね。5枚。綺麗だな、豊橋の花、つつじ咲く。絶対分からんこれ。はい、取ったぞ。山里に赤くんの色の黒巻き、やだやだ。天下の記載、お見舞ってる。ゆだよ、ゆ。残念だな。江戸情緒、風情は鴨城で。ゆだよ、ゆ。ね、ずるい、やっぱり。ずるい。力作のペーパラダイス。最後まで歯が立たず3対0で子どもたちの勝ち。イエーイ。ということでレミは0勝3敗、今回も松葉第一児童クラブの勝利。昨年に引き続き顔を墨で落書きされる罰ゲーム。やばい。はい、結局結果はリベンジならず3対0で負けてしまいました。また来年リベンジしようかなと思います。みんな可愛い。やっぱリベンジします。続いてはみんなに聞いてみたです。新年の方法教えてください。二重跳びを5回できるように頑張りたいです。何ですか。小学校1年生を頑張りたいです。演劇部の方に所属しているんですけども、演技の方に磨きをかけたいと思っています。今年から社会人になるので仕事を頑張りたいです。私たちは夏目商店です。今年の抱負は豊橋うなぎを広めるために、まだ知らない方とかもいると思うのでイベント出店をしていきたいと思います。はい、新しい年をね、しっかり仲間とね、1年またしっかりテニスができるように健康に気をつけて頑張ってくるの。ご飯をよく噛んで食べたいです。1年生になります。宿題頑張る。ソフトボール部でレフトを守ってます。今年頑張りたいことはバッティングをしっかり遠くまで打てるようにすることと、守備でコントロールを良くすることです。豊橋商業高校のソフトボール部です。せーの、県大会ベスト8、豊橋ソフト部絶好調。はい、みんなの抱負いいですね。私の今年の抱負は私も